はい、こんにちは。英語ブロックのリゾートアツシです。今回の動画ではダントツ英文法について説明していきたいと思います。よろしくお願いします。まず英語ブロックのホームページについて少しだけ説明させてください。主なコンテンツが英単語と、あとダントツ英文法、それと仕上げレッスンになります。で、今回の動画ではこのダントツ英文法ですね、すべて合わせると100講座あるんですけども、こちらについて説明していきたいと思います。おすすめがクロスワードになります。こちらについては他の動画でも説明しているので、ぜひそちらの方をご覧ください。英語ブロックというふうに検索してもらうとホームページが2つあります。英語ブロック .net っていうのが主に英文法と動画中心で、英語ブロック .com の方が主に英単語とテキストが中心になっています。どちらからでも行ったり来たりはできるので大丈夫です。今回は英語ブロック .com の方ですね、こちらのトップページから進めていきたいと思います。はい、今見てもらっているのが英語ブロック .com の方のトップページになります。はい、ではダントツ英文法のレッスン65、There are の文と There were の文について説明していきたいと思います。まずトップページのこちらのダントツ英文法というところか、こちらをスクロールしてもらって、ダントツ英文法を学ぶ、このどちらかをクリックします。はい、次のページ、ラインナップなんですけど、ずっと下の方まで行ってもらって、65ですね。65、はい、こちらですね。ここをクリックします。はい、今回使うプリントの画像がこちらですね。印刷したいときには上の PDF ファイルっていうのを開いてもらうと、このようなページが出てきます。下の方のこのプリンターのマークですね、こちらとか、あと画面上で印刷っていうのをクリック、右クリックすると出てくると思うので、こちらからぜひ印刷して使ってみてください。はい、あとはスライドショーで学ぶというものがあります。こちらはこのようなページなんですけども、この右の方の矢印をクリックすると次の説明っていうふうに見れるようになっています。ぜひ使ってください。はい、あとは最終的には英作文ですね、こちらに挑戦してほしいと思います。 PDF ファイルもこちらにありますので、こちらもぜひ印刷して使ってみてください。はい、では今回の内容ですね。はい、こちらの画像を加工しているものがあるので、そちらを使って説明していきたいと思います。はい、では始めていきます。まず最初に覚えてほしいことが、この There are という形ですね。 There are ほにゃらら点点点、この点点点の部分には場所を表す語が入ります。で、意味が点点点にほにゃららがありますとか、点点点にほにゃららがいますという意味です。で、この there と are っていうのはつながって、 there are っていうふうにこう発音的には聞こえます。 there are 何々、もちろん there are っていうふうにこうブツブツっと切る時もあると思うんですけども、 there are っていうふうにこう聞こえるのが一般的ですね。 there is っていうのは there is っていうふうに聞こえることが多いです。はい、では説明していきます。このほにゃららの部分には名詞の複数形が入る。この一つ前のレッスンで説明した There is、There is の時にはここには単数形が入りましたよね。今回はこの部分には複数形が入ります。だから are を使っているというふうになります。この are は前ではなくて、この後ろの部分に合わせて使うんですね。is の時は後ろに単数形があったので is を使うという仕組みです。はい、例えば to ほにゃららずとか some ほにゃららずとか a lot of ほにゃららず、これはたくさんのっていう意味ですね。このようなものが入ります。で、点点点の部分には on とか in とか under とか by とか near、何々の上とか何々の中、何々の下、何々のそば、何々の近くなど、場所を表す語句ですねが入ると
というふうになります。では実際に例文を見ていきたいと思います。括弧1番です。まず読んでいくので後に続けて読んでみてください。 There are some presents under the table. There are some presents under the table. プレゼントっていう単語なんですけど、発音がプレゼントですね。プレゼントで S がつくのでプレゼントっていうふうに読んでください。最初の部分は There are というふうに読むよりは There are っていうふうにつなげて読んだ方がいいですね。 There are some presents under the table. テーブルの下にいくつかのプレゼントがあります、またはプレゼントがいくつかあります。このように訳します。 There are の後ろには複数形ですね。今回は some presents が入っています。文の最後には場所を表す単語ですね。このような形で使います。では次いきます。次は疑問文について説明していきます。疑問文は are を文の最初に持っていて are there ほにゃらら…点点点クエスチョンマークという形になります。there の前に be 動詞を持っていくということですね。で意味が点点点にほにゃららがありますかとか点点点にほにゃららがいますかのようになります。文の最後、文末は上げ調子で読みます。 yes または no で答えることができるからですね。 yes だったらば yes there are yes there are、 no だったらば no there are not no there are not のように答えます。でこちらに関しては短縮形を使う と、全部で言い方が3種類あるので、そちらを今例文で説明していきます。では実際の例文を見ていきましょう。はい、括弧2番ですね。では読んでいきますね。 Are there any parks near here? Are there any parks near here? この近くに公園がありますかという意味ですね。最初に Are を持っていって Are there の形、その後ろには複数形ですね。 Any parks、で最後に場所を表す near here が入っています。文末は上げ調子で読みます。答え方 yes の時には yes there are yes there are、 no の時はまず短縮しないで言うと no there are not no there are not、 there と are を短縮して there are にすると no there are not no there are notAre と not の短縮形を使うと No there aren't No there aren't というふうに全部で3種類あります。どれでも同じ意味ですね。はい、あと Any という単語をここで使っているんですけども、これは復習ですね。 Some は疑問文否定文では Any に変わるというふうになります。では次いきます。How many という文を説明します。 How many というのが入っていると数を聞きますよね。いくつとか何人とかで、その後ろにほにゃららずというふうに名詞の複数形が来て、でその後に Are there… クエスチョンマーク、この形は結構よく出てきます。点点点にほにゃららがいくつありますかとか何人いますかというふうに訳します。はい、ここまで動画を見ていただきましてありがとうございます。一応前半動画はここまでとなっています。で後半の動画ですね、この続きの動画を見たいときには、メルマガ会員の方に登録していただくことになります。例えばこのトップページですと、この上からずっと見てもらって、ここですね、ここにメルマガ会員への登録のフォームがあります。お名前と、あと E メールアドレスですね。名前は名字だけでも結構ですので、ぜひここを入力していただいて、でこちらの確定というところを押していただくと簡単に登録ができます。でもしもういらないという時には配信停止もすぐできるようになっていますので、ぜひ登録していただければと思います。で登録するとメールが届きます。でそこに会員の、パスワードですね、の方がありますので、
こちらのメルマガ会員ページっていうところから、進んでもらって、でそのパスワードを入力してもらうと、後半の動画も含めたあのフル動画ですね、全部の動画が見れるようになっていますので、ぜひメルマガ会員に登録してみてください。はい、では後半の動画ですね、続きの方でまたお会いしたいと思います。よろしくお願いします。